皆さんこんにちは、シダル TBC 凌介です。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。もうこれでわかるね、はい、ゴールドメーターズ。もうドライバーの下で僕は息も絶え絶えでございますがまだまだシダは続きます。ローグ ST MAX D、はい、おー、いい球だね。ね、楽しみにしている方にはちょっとお詫びがあるんですが、はい、今日が情報解禁日で1月の12日でございます。はい、で全然シダクラブが枯渇している状態でございまして、はい、フェアで4機種出るんですが、はい、残念ながらですね、ドローバイアスのローグ ST MAX D それね、はい、と、ローグ ST MAXローグ ST LS フェアヘッドっていうあの上級者向けのね、はい、ロースピンヘッドの2モデルしかお借りすることができませんでした。まあ、ちょっと落ち着いてからまたやろうと思うんですけど、まあ、今日はとりあえずその2モデルは打てるんですね。そう、ノーマルのローグ ST MAX がないっていう。じゃあそれは僕あの明日雑誌の撮影多分打つと思うんで。ある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 。だからどこの雑誌とは言わないけど、はい、そことかに行ってるから、はい、ないんですよ。あの我々のような YouTube チャンネルにねよくこう発表日にお借りできたというのがね。本当ですよ、本当そう、はい、ホームビデオみたいなもんだからさいつも言ってるように。キャロウェイさんありがとうございます。そう、やっぱり大手メディア優先に、まあ、それはそうですよ。それはそうです。だけどちょっとやっぱり融通を聞かせていただいて、今回2モデル買いだった。まあね、ドライバーは3機種お借りできましたしね、うん、だからユーティリティとアイアンも改めて、はい、じゃあまたそれは後日、そう、近いうちにやろうかなと思ってます。はい、ローグはね、なんとドライバーが4機種、はい、フェアウェイトが4機種、はい、ユーティリティが4機種にアイアンが4機種、全部で16機種出るんだよ。プラス女性ものが出る、レディスが出る。レディスね、攻めますね。いや、ドライバーが3機種とか2機種とかっていうのはね、うん、まあ分からないでもないですよ。フェアウェイウッドもまあ2機種だって分かりますよ。ユーティリティも4機種、うん、でアイアンまで4機種, 4機種、はい、あとドライバートリプルダイヤモンドが多分出るから。すごいな。すごいすごい。だってエピックもあるしね、まだ出てるしね。ついこの間ユーティリティが2つ出たばっかりだからね僕ら一生懸命試打しましたけど、今頃ゴルフショップの人はどこに陳列するんだっていう頃だってユーティリティエイペックスプロでしょ、エイペックスでしょ、エイペックス UW でしょ、エピックスーパーハイブリッドでしょ、はい、プラスローグ ST の4機種ということで、ユーティリティが7機種とか出るわけ。攻めますね。何が起きてるかっていうと、そのアイアンがさ、マウンテッドアンズをマッスルバックから超飛び系アイアンまで各メーカー5、6機種出るじゃないですか、はい、もっとかなユーティリティとかもそんな感じになるのまあまあ攻めのキャロウェイですねあの大丈夫、全部 AI がやってくれるからまあ少なくともこれが MAX D、はい、3番ウッドです。すいません、喋りすぎました。ロフトがね16度、こういう、まあ、D のタイプロフト多いの多いんですけど16度です。はい、そうそう、マーベリックマックスとかもスプーンは16度でしたよね、確か。でベンタス4キャロウェイ 5S ってこれドライバーと一緒です。いやまあでもね、さっきまでドライバーを僕がガンガン振ってしまってたんでちょっと疲れちゃったんでそれは高弾道ドローバイアスで、ね、はい、球が拾いやすいタイプなのでゆっくりめで打ってみましょうか。はい、軽くいけてよかったなと思っております。でもこの後さっき聞いたら LS のサンプルウッドがいるんでしょ。あるある、頑張んなきゃいけないんだな。あ、でもシャフトが純正だよね多分ね。まーす。あーでもね、結構ペタッとした感じね今回も、うん、平べったい感じです。だからあ、マーヴェリックマックスにちょっと似てなくもないかなってちょっと思いました。でそんなに言うほどこうポンと置いた時にフェースがこう左向いたりとかっていう感じもなく、ただただ球が上がりやすそうなフェアウェイウッドっていう感じです。8300、うん、野村武雄のドライバーの数字みたいになってる。え、いやいや、スピンが8000で言ったから、
AI ジェイルブレイク ST というですね、あのベロシティよりもさらにちょっとブレードがこうちょっと幅が広がっているというですね、新しいテクノロジーを搭載しております。いよいよドライバーのそれとはちょっと違う感じの打感なんですけど、でもあの気持ちのいい感じの打感ですよ。でエピックスピード僕、まあ、1年間使いましたけど、あれともまたちょっと違う、でも結構それに近い弾いていく感じっていうのは感じられます。はいはい、AI 設計のフラッシュフェイス SS22 搭載でございます。あのエピックスピードのそれよりももうちょっとこう音が締まってるっていうか引き締まってる感じのフェアウェルトゥーティリティのミート率が高いんだよね。ちょっとムカつくねこれねすっごい高いよねいつもね。これ球上がりやすくていいね。ドライバーもコンクリートになると嬉しいのにな。難しいね。これいいですね。いいですか。フェアウェイウッドが苦手な人なんかこういうのがあると球ポンと上がっていいんじゃないかな。上がりやすい。で、フェアウェイウッドこれ、まあ、多分いろんな方がいらっしゃるんですけど、あんまりこう動くシャフトだと地面の上から打つのにちょっとこう不安定になりがちだなって僕は思ってるんですけど、このシャフトがまあいい意味で何度も言ってますけど何もしない感があってこうタイミングがすごい取りやすくて、それスプーンじゃないですか。はい、スプーンは地面から打つのはちょっとアマチュアにはしんどいみたいなことをよく言うじゃないですか。はいはい、その辺はいかがですか。今ね打っててすごい球上がりやすいんですよ。だからまあもちろんティーアップしてもいいんでしょうけれど、ティーアップして距離を稼ぐティーショット用っていう使い方も十二分にいけると思いますし、ただちょっとなんかこう 薄い感じがするので、 あんまティーアップ高いと天ぷらしそうになるっていうような感じとかしないくはないんですけど、これフェアウェイウッド苦手な人でも十二分に使えると思うし、シャフトがほらこういうマックス D みたいなやつってちょっと極端に柔らかいのが入ってるとか軽いのが入ってるっていうのが多いんですけど、これはほらドライバーと同じ 5S なんで、割とこうまあ若い方でゴルフ始めたばっかりなんていう方でもあのこれをそのまま普通に選んで、ただヘッドは捕まりやすいとか上がりやすいっていうその性能の違いをまあこう感じられるんじゃないかなとは思いますよ。僕もね地面からスプーンほとんどのアマチュアはいらないかなと思ってたんですけど、僕の知人女性がですね、はい、某知人女性がマーベリックマックスのメンズのスプーンを使ってもう地面からビシビシ打つのね。でヘッドスピードそんな速くないの、そこ30ぐらいですよ、女性だから31、2ぐらい、ドライバーでも多分だけど、16度のメンズのこのキャロウェイのフェアウッドですごい高さを出せるんですよ、ちゃんと打てば。いやすごいすごい打ちやすい。いい音するね。あ、本当？いい音する。そう、キャロウェイやるなぁ。フェアウェイドゥーティーっていいモデルが多いね。多い。ミドルも高いし、言うことないじゃん。何にも言うことないじゃん、これ。うん。なので、ちょっと優しい。ロフト多めじゃん、これ。うん、まあ、強いて言えば、まあ、MAX D なので、まあ、僕が打ってる時、ちょっと捕まるな感は出るんですけど、うんうんうん、当然それはむしろその捕まるが嬉しい人がいるはずなので。ドライバーで、そうだな、40前後くらいの人でも、地面からスプーンを打てるチャンスというか可能性は結構あるんじゃないかな。はいはい、私はそのように思うのでございます。まあ打てたら打てたに越したことはないですからね。うん、まあ苦手ならねティーアップだけでも、はい、っていう感じだけど、僕結構あの今日のラウンドレッスンなんかもあの普通にフェアウェイド3番とかバンバン打ちますけど、やっぱりねあのレッスン受けてる生徒さんたちはフェアウェイさん長くて打ちづらいとか当てづらいとか、まあボールが浮ききらないとかっていう悩みがあるわけですよね。そういう方なんかはむしろこういうヘッドの方がフェアウェイウッドに対する苦手意識みたいなものはだいぶこう軽減できるんじゃないかなと思うので、
だ無理にこうプロモデルとかって選ぶよりはむしろこういうので、ただシャフトはその体力とかスピードに合わせて選ぶっていう方が、こういうのは平べったくて、まあ、ちょっとロフト多めで球拾ってくれそうなモデルってことですよね。これがもうバンバン打ててフェアウェイ得意になったらまたちょっと違うの選べばいいかもしれないですけど、苦手だったら、まあ、最初は5とか、ね、7とか、ね、5とか7がいいんじゃないかなと思います。ちょっと打つ感じ掴んで、はい、それからロフトの多めのスプーンを使うとかちょっと拾いやすいスプーンにするとか、あとはやっぱり初速が出るしちょっとスピン少なめな感じで球強いので、この16度っていうのがいい塩梅じゃないかなっていう感じはしますよ。テーラーでも HL が人気だったりするもんね、はい、HL も優しくはないんだけど、よし14度15度のスプーン打つぞって思ったら優しいけど、はい、まあ、そういう意味ではなんかチャレンジだけでもした方がいいかなっていう感じがする、うん、昔どっかのシダルの動画で言いましたけど、年配になって上手いゴルファー、スコアが落ちないゴルファーは掃除でフェアウェイ打つと上手いですからね。あれ何の動画だったかね、名人みたいな人いるよねっていう話しましたよね、はい、でやっぱフェアウェイウッド苦手だとやっぱ年取ってきて球飛ばなくなった時にゴルフが急に辛くなるんで、うん、だから頑張って振りましょう。まあ打てるようになった方がいいですし、逆に言うとフェアウェイウッドが打てるようなスイングの方が逆にゴルフってこう結構球が曲がらなくて散らないで打てるんじゃないかなって気もします、うん、年配男性とかあと女性の上手い人とかはみんなフェアウェイウッド上手いですからね。上手いです、上手、意外と吹けないね。いやこれね、もっと吹けるかと思ったよ。いやありだと思うよこれ。えもスピンも少なめなのよこれ。気持ち上げてみる？なんかもうちょっと吹ける感じになるかと思った。え吹けさせたいの？うん、どっちかというと。いきますよ。おお、でもそうでもないぞ。そうでもないの。エーペックス UW みたいな球になったぞ。ちょっと上から潰してみたけど。はいはい。最近さ、ちょっと低スピンを反省してさ、はい、ちょっとスピン増えるかなみたいなフェアウェイドユーティティがちょっと増えてきてるんですけど、うん、でも ね、やっぱり打ち出しがそこそこあるので、打ち出しが確保できてるから逆に無駄なスピンいらないっていう感じの難度に感じます。それさ、APEX ユーティティとかもそうだし、APEX スピードのフェアウェイドとかもそんな感じなんだよね。あ、エピックスピード最近お買いになられた小山さんが、うん、石田の真似し買ったよ。いいでしょ。いい、あれはいいな。そう、結局3人一緒のものを買ってしまうというね。でもシャフトは全員違うところがね、ミソなんですよね。シャフト俺買えるよあれ。あのほら、結構3人が同じヘッドを持ってるけどシャフトはそれぞれね。あ、まあまあまあ、まあ、前はドライバーが全員 G400LST だったりとかね、うん、スピードのクリークは近年まれに見る良さだね。名作ですよね。名作。あれね、今これから買っといた方がいいですよ。ね、ま、値段が下がったりするでしょうからね。うん、もう下がってるのか。ちょっと触れる人向きだけど、うん、ちょっと触れる、ある程度ヘッドスピードがあってある程度捕まえられる人だったらめっちゃいい。だって駒込の有識者これで4番ウッドがいいって言ってませんでした。スピードの？エピックスピードの。ああ、やっぱりだから有識者が触れるから。うん、わーた、あの人の嗅覚というか食いしん坊感はやっぱすごいですよ。あ、これっていうさ、うん、やっぱなかなかのものがありますね。まあもちろんほらお仕事でいっぱいまあ打ちますからね。でみんな忘れてるけどゴルフショップのオーナーですからね。あ、忘れてたよ、うん、ゴルフフィールドのタレントだと思ってたよ。ちゃんとあの経営者でいらっしゃいますからね。ちょっとこう前のめり感ありますよね。そう、ちょっともうちょっとふわっと浮いてくれてもいいかなって感じします。うん、で、まあ打ち出しが高いからこうドローンという感じ距離稼げそうで。いや、これは有識者は松山英樹よりはるか前にもうグレートビッグバーさんの良さを気づいてさ、自分でバックに入れたからね。へえ。あれは長かったな。あれはね、あれだけでもね、やっぱりキューピーちゃんへの尊敬はね、多大なものがあるね。え、なんでこんなドローのその
アベレージゴルファー向けのやつ使ってんのと思ってたけど、はい、その1年後に松山英樹が使ったからね。すごいよ。すごいです、うん、試合で使ったりしたもんね。忘れられない、あれ、あの衝撃は。本人はあんまり自慢しないからここでこう強くアピールしてる。本人は今ほらシム2のヘッドの方が、いや在庫がないかしねえじゃねえか言ってたよね、うん、まあ角度のある噂を言ってくれたんだと思うけどね。いやいや、とりあえずフェアウェイウッド苦手な方、球が上がりづらい方、もうちょっと増えてもいいんじゃないか。うちだしね、意外と前行く性能ですね。そう、前行く系のフェアウェイウッドです。球上がりやすいです、拾いやすいです、うん、まあシャフトも結構まあまあしっかりしてる棒なので、あのまあそれこそ結構若めの方とかからあの十分使っていただいていいと思いますし、あのまあシニアの方なんかでもあの棒があまり邪魔しない、余計なことしないので、自分のスイングでこうボールを捉えたいなんていう方なんかには十分お使いになれるんじゃないかな。この性能はないんですよ。例えばテーラーに同じものがあるかってちょっとないし、うん、タイトリストにもないし、うん、ピンにもピンは近いけど、ピンをより前に行く感がしますね。でも平べったい感があるでしょ。はい、拾いやすさはそっちの方があるんじゃないかな。意外とね、だからない。ピンの方がね、上に行く感、浮いてくれる感はあるんで、あそこの違いかな、性質の、こういう性質の違いかな。ピンが競合するかな、どっちかっていうと。この感じってやっぱないですよ。でもこの前のめり感は、まあ、グリーンの花道から手前からトン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 でグリーン乗っけるタイプのゴルファーの方には、すごい武器になる。着弾グリーンだと、超えちゃうかもしれないっていう感じが若干あるんですけど、そこ見た目とちょっとミスマッチなんですよ、はい、ただ見た目のおかげでこう浮いてくれるなとか、あとこの見た目なんで、あんま上から打ち込むっていうよりはちょっと横から払う感が出てくるイメージがあって、うん、あるある、ちょっと薄くてもそこそこ浮いてくれるんで、まあ、これはあのフェアウェイウッドとしてはさすがキャロウェイっていう感じは、まずマックス D でしたけどね、うん、あとはもちろんマックス打ってみたいですけど、まあ、これでもあのマックス D すごい打ちやすいなとは思います、うん、ちょっと非力な方にも試していただきたいですね、はい、でも結構飛ぶよね。飛ぶ。ありがとうございました。はい。